今日の試合を振り返っていきます。前半の6分パスを受けた宮崎がシュート、徳島は早い時間帯で先制しました。そうですね、徳島は前半の入りの時点でも非常にこう中盤もコンパクトに非常にこう動けていた印象がありましたからね、はい、これは前半11分のシーンです。ドーグラスの惜しいシーン。前半26分コーナーキックから本戦こぼれ球をミドルシュート、最後は宮崎のシュート。そして前半の44分アレックスのクロスに対して大崎左足でのシュート。このシュートもね、非常に素晴らしいですよ ね、 アレックスから、ね、受ける、この映ってないんですけども、はい、一つ大崎ゴールの位置を、ね、確認してるんですよね、はい、その中でのイメージの中でのシュートですよね、はい。